はい、山寺です。今ですね、京橋に来ております。ちょっとね、またね、今日はね、京橋の酒場を巡りたいと思います。よろしくお願いいたします。あそこから移転しちゃったんですよね。ラーメン屋さんバージョンもあったんちゃいます。ラーメン屋さんはね、とりあえずはちょっとまだ。あ、今は。あ、そうなんですね。はじめね、口の中に入れた時なんか甘いんですけど、後から辛さが。チンゲンサイもいただきますか。はい、お願いします。最高よ、この麻婆豆腐。最初の甘いんやけども、後からガーッと辛さがきます。すいません、ハイボールおかわりいただきます。すいません、お願いします。最高ですよ。ただね、独り言はね、結構きついですよ。ほんまに。完璧に独り言やから。ちょっとドッジボール。うまい。変態なら泣きませんね、こうなったらね。変態、止まれ。何2杯目のハイボールです。2杯目です。もうね、酔うしかないですよ、ほんまに。正味一人ですからね、今日は。うん、京橋、行きました。
最高ですよ。なんか喋れやみたいな。いや今ね一生懸命チンゲン菜を取ろうとしてる。こういうね野菜もんってあの瞬間があるね、うん、うまいな目の前にね、今月もね、チキンが来てるんですけど、なんか、味がないですよ、ね、思い出してて。絶対飲むね、チキンがいいですけどね。完全にね、孤独感を味わいながらの変態一人だけ一人ごろです。でもこんなんもいいんですよ。なかなかね、わきまえないスタートですよ。できますか？今ですね、リッキーマサさんで飲んできました。なかなかね、安くてですね、手作りのですね、当てが多くてね、なかなかいい店でしたよ。うん、割とね、なんか常連さんもおるんですけども、常連さんでないようなお客さんもいてはるんで、ちょっとね、来やすいと思いますよ。いっぺんね、よかったら行ってみてください。ありがとうございます。ごちそうさまでした。